狼科にするウプスオキデンタリス追跡調査用に電波発信機付きの首輪をつけている。狼の再導入とは、狼が絶滅した地域に人為的に狼の群れを再び作り上げることである。狼にとって適した自然環境が広い範囲で残っており、同時に獲物となる生物が十分にいる地域である場合に限って検討される。以下、この記事中では、 単に再導入と表記する。イエローストーン国立公園の位置アメリカ合衆国のロッキー山脈の北部に位置するイエローストーン国立公園とアイダホ州では、約30年間の計画の見直しと関係者の話し合いを行った後、狼の再導入を行い、狼の群れを回復することに成功した。 アメリカ合衆国の別の2の3の地域やヨーロッパの国々でも再導入は検討され続けている。過去の例でも現在検討中のものでも対象地域の人々は家畜の敵である肉食動物の再導入に反対することが多い。しかしながら欧米では狼や他の捕食者への見方は過去のものから変わってきている。つまり、 捕食者が生態系に存在することで環境が維持されることに対して理解を示すようになってきている。再導入を成功させた二つの地域では、この理解の広がったことが再導入を開始するために最も重要であった。アリゾナ州とニューメキシコ州でも、北部とは別の阿種メキシコオ,オオカミの再導入が1998年から始まっている。日本においても、 再導入を提唱する人々がいる。ワピチケルブスカナ電子スイエローストーン国立公園とアイダホ州で再導入が開始されたのは1995年である。イエローストーン国立公園で野生の狼が殺された最後の公式記録は1926年であった。その後、狼の獲物となっていたワピチや他の動物が増加し、その結果、植生に被害が出た。 狼が果たしていた捕食者としての役割の一部は、雇用手が果たすことになったが、成獣のワピチは、雇用手の捕食対象にはならず、また狼と、並びエローストーンの生態系の頂点を成していた。グリズリーは雑食性であり、ワピチを捕食する割合は低く、いずれもワピチの増加を制御できなかった。さらには、雇用手の個体数が増加したことによって、雇用手より、小さな動物、 特に赤狐が減少してしまった。1978年に生物学者ジョン・ウィーバーはイエローストーンの狼は絶滅したと結論した。地元牧場主たちと環境保護団体は再導入について何年も討論を続けてきた。生物学者によって再導入のアイデアが議会に最初に提出されたのは1966年である。それらの生物学者は イエローストーンのワッピチが危機的状況まで増加していると心配していた。しかしながら、牧場主たちは家畜が襲われることの問題を狼を薬病に例えて再導入に強く反対した。合衆国政府は妥協案の作成、条件整備、実行について責任を負い、妥協点を探し出すのに約20年間をかけて努力を続けた。 1974年に狼回復チームが任命され、1982年には意見を集めるために最初の公式の回復計画を公表した。狼再導入に対する一般的な不安があったため、州政府及び地方政府の判断を加えやすくするように、魚類野生生物局は計画を変更した。そのようにして、 意見を集めるための2番目の回復計画が1985年に公表された。同じ年に行われたイエローストーン国立公園の訪問者へのアンケートでは74%の人が狼が公園の改善に必要かもしれないと回答し60%の人が再導入に賛成した。再導入に承認を与える前の最終段階として 実施した場合の影響の事前評価があった。連邦議会は環境アセスメントへの支出をする前にさらに研究が必要であるとして計画を差し止めた。1987年に牧場主たちは再導入提案者に経済的負担に対する保障を要求した。それに対してディフェンダーズオブワイルドライフは狼による被害で失われる家畜の市場価格を 牧場主たちに保障するために、狼保障基金を準備した。その同じ年、最終的な回復計画が発表された。その後、研究、公的な教育、意見募集を行い、公開検討を加えるために1993年に、環境影響評価書の総工が発表された。この環境影響評価書には15万以上の意見が寄せられ、 1994年5月に成立した。元の計画には3つの回復地域が含まれていたが、モンタナ州は北西部に小さいながら繁殖している群れが確認されたので、回復地域から外された。現在は再導入された狼群は、モンタナ州とも往来しているため、モンタナを含む3州が回復地域として設定され、モニタリングされている。 回復地域に再導入される狼は、絶滅危惧手法に規定する、実験的な個体群分類に区分されている。再導入のために箱に入れられて運ばれる、狼狼再導入地域灰色狼、メキシコ狼1994年の後半の二つの民事訴訟によって、回復計画は危機にさらされた。一つは、ワイオミング州農業局連盟による提訴であったが、 1995年1月3日に帰却。もう片方は環境保護団体の連合体による提訴であった。内容は未確認の目撃情報をもとに北側からイエローストームに狼がすでに移住している証拠があり、同じ地域に実験的な群れを再導入するのは既存の狼にとって脅威となると主張していたが、訴えは退けられた。 これらの訴訟があったものの再導入の障害とはなっておらず、1995年1月から再導入が開始された。1995年1月連邦政府はカナダアルバータ州から野生の狼の輸送を始めた。しかしながら、1月9日にファームビューローから差し止め請求があったため、それが同年3月19日に帰却されるまで狼を放すことができなかった。 そして3月21日、狼の檻の扉は開けられた。また1996年1月にも追加の狼が放された。再導入された狼は順調に増え、2009年末にはアイダホ州、ワイオミング州、モンタナ州の3州の個体数は約1700頭になり、そのうちエローストーン国立公園には約100頭が生息している。この頭数は、 当初の計画が予定していたものを上回って推移している。現在、十分に個体数が回復したので絶滅危惧手法の対象から外すべきだという議論が起きている。2009年に一度外されて狩猟が解禁されたものの、同法の対象からまだ外すべきではないという訴訟が起こり、2010年8月の判決によって、再び絶滅危惧手法の保護対象となり狩猟禁止に、 戻った。イエローストーン国立公園では再導入によって生物多様性が増えたことが報告されている。それはワピチの個体数の減少によって植生が増えたためであると考えられ、赤狐や公園内では絶滅状態であったビーバーの個体数の増加が観察された。この動物症の変化は狼がコヨーテの個体数を制御しているためであろうと、 考えられる。なお再い導入後に、狼が家畜を襲う事件と、人が狼を殺傷する事件が起きるようになった。家畜被害のうち狼によることが確認されたものについては、政府及び前述の狼保障基金によって保障されている。メキシコ狼カニスループスバイレイ、メキシコ狼は、アリゾナ州、ニューメキシコ州、テキサス州及びメキシコに分布していた。 かつては、懸賞金がかけられるなど、駆除の対象となっており、1970年代初めには、ほぼ野生絶滅の状態であった。しかしながら、1976年に、アメリカ合衆国で、絶滅危惧種に指定され、メキシコ狼に対する評価が変わった。このような背景の下メキシコと、 アメリカ合衆国の間で保護繁殖に関する二国間協定が結ばれた。1977年から1980年にかけて野生に残っていた全ての個体が捕獲され、すでに動物園で飼育されていた個体とともに繁殖プログラムが開始された。一方、1982年には野生回復計画が作成され、 少なくとも100個体のメキシコオオカミの自立した野生個体群を作り上げることが目標になった。1980年代を通して再導入の準備が続けられ、最終的な環境影響評価書が完成したのは1996年である。この時、東アリゾナのアパッチ国有林と西ニューメキシコのヒラ国有林が再導入に適切な地域として選定された。 また、北ロッキー山無地域と同様に再導入される狼は実験的個体群と規定された。1998年3月29日、11頭のメキシコ狼がブルーレンジウルフリカバリーエリアに放された。その後も再導入が続けられており、2010年にはこの地域で50頭のメキシコ狼の生息が確認されている。 様々な要因で計画通りに回復が進んでおらず、2010年から手続きの見直しが行われた。現在、繁殖プログラムによって動物園や保護施設で飼育されているメキシコ狼オオは300頭以上である。狼オオが絶滅したと考えられるいくつかの地域で再導入が検討されている。デンマーク、ドイツ、イタリア、および スコットランドなどのヨーロッパ各国の非政府組織は田舎の森林地帯に再導入することを提唱している。提案者たちは再導入は観光や生物多様性に利益があると主張するが一方で再導入による家畜の損失を恐れる意見がある。いくつかの国では非政府組織からアメリカ合衆国で実施されているのと同様の保障が提案されている。日本では エゾオオカミやニホンオオカミが生息していたが、両師とも明治時代に絶滅した。他方で昭和時代末期より山間部においては、日本自家やイノシシなどによる農作物や樹皮の食害などの重害が恒常的な問題となっている。このため、主に一般社団法人日本オオカミ協会によって、日本へのオオカミ再導入の必要性が訴えられている。 同協会によれば、日本に再導入する狼は、中国などの小型の灰色狼が適しているとしている。狼再導入によって、領有会会員の高齢化、会員数減少が進む中で、増えすぎた鹿やイノシシの個体数が抑制され、仮想植生が復活、生物多様性が増加し、崩壊した生態系が復活することが期待される。一方で、 沖縄でのマングースのように生態系に悪影響を及ぼしたり、狼が家畜や人間などを襲ったりすることを懸念する声もある。これについて日本狼協会は元来日本に生息していた日本狼は遺伝子分析の結果大陸の灰色狼と同一種であり、導入狼は外来種ではないとしている。狼はもともと日本に存在した在来種で、 日本の生態系に不可欠な頂点種であったため、その絶滅により、日本の生態系は崩壊したのであり、狼再導入は崩壊した、日本の生態系を元に戻すものであって、マングースの移入とは全く逆であるとしている。また、狼が人を襲うのは、世界的に見ても極めて稀なケースであり、毎年国内で何件もの人的被害を生じる熊や、イノシシよりも、 はるかに安全であるとしている。家畜被害については、保障制度を整備する必要があるとしているが、羊の素法的放牧がほとんど行われていない、日本での被害は限定的であろうとしている。荒川博文は、著作、百姓貴族作中で、落農家の意見としては大反対としている。2011年、大分県文豪の市が、外従駆除を目的として、 オオカミの再導入を提案した。また、知床でのオオカミ再導入を想定した研究がある。日本オオカミ協会は、1993年以来、全国の国民を対象に、オオカミ再導入の是非について、アンケートを取っている。開始当初は、賛成12.5%、反対44.8%、わからない44.8%であったが、 年々賛成の割合が増える傾向にあり、2016年の調査では賛成45.5%、反対11.0%、わからない43.3%となっている。積極導入意見、慎重意見、ありがとうございます。